ら、よいしょ、こんにちは。なのでまだ完全に全部はメイクしないです。だから下地とファンデーションと眉毛くらいかなをしていきましょうという感じです。元気かいみんな。家事はもうあと1時間後に家を出なきゃいけないってですね。ちょっと楽譜をずっと書いていたので、ちょっと時間がなくなってきてしまいました。本当時間配分が本当に苦手なんですよね。そうめっちゃ苦手なんですよ。一個のものに集中しちゃうと、なんか途中でやめられないじゃないけど、なんかこう時間が分かんなくなっちゃうんですよね。という間に残り1時間になっちゃったので、急がなければいけません。タン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 、浅草寺にあやちゃんそっくりな子がいたって。浅草寺ってどこだろうなんせ私は千葉県出身なもので、浅草寺、浅草の方か。じゃあ、いやそれそうか。こんにちは。あのこのね、ここのこれなくしたブラシどこ行ったんだろう、どっかにあるかな。コンシーラーつけて色ムラをなくす作業に入っております。そして塗りましょう、粉を。パウダー本当大事だからね。今湿気もすごいしベタつきやすいので、しっかりと塗っておきましょうね。昨日は夜中に急遽必要な動画を撮っていて、夜中やっと送って、ああよかったって思ったら、机で 3,40 分寝てて体が痛いです。 3,40 分ぐらいでさ、体って痛くなるのね。頭をなんか首か、首をちょっと寝違えてしまったみたい。その3,40 分のうつ伏せ寝で、うつ伏せ寝ですよ、うつ伏せ寝。うつ伏せで寝たらね、ちょっとねダメだよ。もう大丈夫です。ちょっと痛いかなぐらい。でもちょっとさすがに昨日は頭も使ったし眠かったのかななんて思ってます。浅草寺と書いて浅草寺って読むの？あ、そうなの。やば、すごい恥ずかしいやんけ。
眉毛が完成したよ。次は目だね。ちょっといろんなところに化粧トークを散りばめてしまっていましてですね、どこに何があるか分かんない感じで、これか。じゃあ、あ、ここにここら辺のものが見えてる。え、みそさん、あ、みそさん来てくださってんの、すいません、おはようございます。みそさん、にきちゃんワンダーランド発表になりました。今回も作曲を楽曲をプロデュース手がけてくださいました、みそもさんです。皆さん、みそもさんに盛大な感謝を送りたいですって言いながら、こんな感じで申し訳ないですけど、申し訳ない。よいしょよいしょ、いいか。目が腫れちゃってるのでね、今日なんか最近よくショールームで言ってるんですけど、とにかく目が痒くて、これ何なんだろうね。目が痒いとさ、ちょっと困るっちゃ困るよね。なんか目が朝からパンピンポーンって感じで、どうやったら治るかなっていうことを毎日考えてます。治ったらいいな、早く治ってほしいな。そうね、何かが飛んでいるのかしらね。あ、みそもさん、すいません、先ほどコメントをスルーしてしまったという。みそもさんもリリーベ中ですよね。あれ、昨日か、あれ、一昨日か、みそもさんのシングルリリース中っていうお知らせ。まあこんな感じですね。どうも、勝ち島です。今日はメイクはこの辺にして、前髪をやって、髪の毛やって、出ていくんですが、出ていくっていう言い方でいいのかな、もう家を出ちゃうので、一回アイロンをね、買いたいですね。アイロンはどこやったの？あったー。ちょっと待って、アイロンこんなところにあったのね。よしよしよ、どんな髪の毛にしようかな。でもあれよね、今日も編み込みをするので、こっち側だね、こっち側の編み込みをしていきたいと思います。今日
今日はうまくいくかな。ピンあるかな。あった。このピンを使って。よっ。さあ行ってみよう。今日の編み込みはどうかな。昨日チェーンソーマンっていうアニメ漫画か、原作は漫画だけど、私結構楽しみにしていたアニメのティーザー映像が YouTube で公開されていて、お、来た、ついにやっとチェーンソーマン来たと思ってつけてみたのよ。パチって押して動画見てみたらさ、もうグロテスクすぎて思ったよりも全然怖くて、あれ、これ歌詞見れるかなってなりました。すごい心斎橋やって、いいな、西友さん羨ましいです。私も大阪行きたい。個人的に大阪すごい行きたいなって思うんです。お好み焼きが好きだから、アニメ好きなんですねって、すごいミーハーだけどね、アニメ好きっていうほど詳しいわけでもないんだが、こうチェーンソーマンっていうのは島崎ゆりあちゃんというメンバーが、私に面白いですっていう風に、漫画が面白いですっていう風に言っていて、話を聞く限り面白そうだったんですよ。で、見たいって言ったら、アニメがやりますよ今年の夏にみたいなと言ってたんですよ。で、あ、じゃあそれ私漫画読むよりもアニメ見る方が好きだから待ってよみたいな話をしてたので、早く見たいなって思ってた。したらね、まあまあグロテスクで、ちょっとえ、持ってたんと違うってなってる待って、なんか軽い感じなのかなって思ってたから、ちょっとびっくりしてる。びっくりだよ、だいぶ。できた、今日のです。こんな感じかな。どうだろう、ちょっと目の腫れだけをどうにかしたいな。あっ、やばいやばい、ちょっとアイロンをね、いきましょう。いいですね。あっねえ、8月遠征あるって聞いた、あ、7月だっけ、7月柏さん3日現場無視してこっち来てくださいって、あー無理です、3日、私朝から収録をしているのでちょっとダメです。あ、しかもその後夏染めあるんですよ、ピエンミストボさん行けないです、すみません。そうだ、夏染めだ、夏染め、すごい楽しみなんですよ。そして道友さん、みきちゃんワンダーランドですよね、やっぱり発表になりました、みきちゃんワンダーランド、皆さんよろしくお願いいたします。超聴いてください。なんか今までの2期の曲も
もちろんありがたいこと、素敵な楽曲がたくさん皆さんにお届けできているんですけども、それを超えてきたいですね。今回のにきちゃんワンダーランドはどうか皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。こうかな、お願いいたします。夏染めはね、雨なんだよね。そうそう、ちゃんと雨なんだよな。いやね、晴れたらいいね。晴れますようにだ、晴れ晴れでしょ。思います、めちゃめちゃ思います。晴れたらいいな。よいしょよいしょ。うん、いい感じ。ちょっとまだメイクをしないので、まつげだけ上げておきましょう。まつげを上げときゃなんとかなると思ってます私は。バン、こんな感じ。まつげ開けとくとなんかメイクした感じしない？めっちゃ私勝手にそう思ってるっていうねありがとうみんな。あ、ハートもらってる、ありがとうございます、感謝。おいちゃんありがとう。ハーボーもハートありがとね。最高更新する夏になるよう頑張ります。さあ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 、今日が今日も机が汚いということでポーチ作っていきましょう。メイクポーチ、今日はまあいつ面で大丈夫かな。いつものメンツを入れていきます。今日メイクしていないので忘れ物は禁物です。こんにちは、どうも、カジです。いい感じかな。スリングカラー、これ持ったとヘアアイロンもねちょっと持っていきたいね。よいしょ、持って、あと大丈夫かな、スリムの今日のリハーサルも気合を入れていきます。よし、カジスティックライブ、皆さん昨日、エレキギターのリハーサルをしてました。まあ指が動かなくってこれ大丈夫かなって結構不安になったりしたんですけど、まあ、みんながね見に来てくれるかなと。どうかな、まだえカジのライブ行かないけどって人多分いると思うの今君いると思うんだけど、あれ7月22日空いてるって人いますかっていうね、
え、よかったら表参道クラウンド来ない?みたいな。どう?そうそう、告知の仕方がもうこんな感じでちょっとスマソなんですけど、ぜひね来ていただきたいところですね。お、みすそさんはツイッターをスペースをやるみたいです。お、カジスティックライブ、もうチケットの売れ行きがまあ不安というお言葉が来ていますが、ちょっと大丈夫ですかね。みんな来れるかな、どうかな。カジのね、カジスティックライブはね、あのカジが好きでこう見に来てくださる方も大歓迎なんだけど、なんか刺激が欲しいなとか暇だわみたいな人にも楽しんでもらえるようなライブにするので、ぜひ来ていただきたいですね。カジスティックライブ表参道ですね。カジ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 フェスティバルですよ。来れるみんなチケット、あ、すごいやばい、みんな席が空いていますこれから一般販売も始まるから、いただきたいんですけど、1ヶ月ないのでもうすぐ本番ですから頼みます。ね、ぜひ来ていただきたいですね。あ、結構いい時間になってきてますか。今日夜配信できたらやろうと思っているので、よかったらぜひ見に来てください。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう。え、ぜひ来てね、待ってます。そして今日もライブ行ってきます。ありがとう、バイバイ。バイバイ。